マッカーサー2世が1960年に西尾番台について非常に強い批判をしていたというふうな内容の資料が一つあります。そして超小型原発、直径わずか90センチのナトリウム冷却というそういうシステムの超小型原発、これは水冷ではありませんので海とか川の近くに設置する必要もない、どこにでも置ける、そして2万キロから5万キロワットの発電が可能であるというふうな、こういう超小型原発というものは理論的には、まあ、確立しているということです。アメリカも相当興味を示しているということですが、なぜこれを日本政府がもっと真剣にこういう素晴らしい理論、あるいは考え方、システムに対してバックアップをしようとしないのかというふうに思います。もう一点は、さまざまなその発電方法があるけれども、それらの発電方法元の1TWH あたりの死亡者数というふうな資料が一番最後についておりますけれども、他のどの発電方法に比べても原子力発電によるそういう死亡者数が圧倒的に少ないんだと、ということは原子力発電が基本的に一番安全だと、まあ、総合的に一番安全だというふうな資料がついております。今後ほどお目通しをいただければと思います。それでは本谷副長に。今日もいろいろ素晴らしいですね、ご応援いただきましてありがとうございます。まあ3月の12日の産経新聞のプレスコードについては先ほどお話をさせていただいたんですけど、この30項目に照らしてみればですね、おかしなことがみんな、あ、これでおかしかったんだということがわかります。そういう中でですね、どうしてこううまくこういうことが向こうの思い通りになっていくのかというと、日本人の中に日本人の敵がいるということで、内部で足を引っ張るメディアがいたり、いろんな方がいることによって、そうなる。どれだけ非難されようと思って、日本人同士が結束すれば、そんなことを通るはずもないし、言われもないし、すぐ否定できます。で、私たちは間違っていたのではないかと思うことです。これまで日本人の敵を左翼というふうに思ってたのが、これは間違いなかったかなと思ってですね、来月号のエッセイに書きました。最後の方にですね、今度4月1日に産経新聞と4月5日の発売に移りますが、その最後にですね、私が書いたことはですね、これまで日本人の敵は日本人と、日本人の敵として左翼を意識してきたが、本当は終戦直後の GHQ によって言論統制のために出されたプレスコードの呪縛が、いまだ解けない反日メディアとアメリカとあうんの呼吸で連携して、アメリカから突きつける年次改革要望書を実行してきたステルス複合体と呼ばれる東大法学部出身者からなる偏差値エリート集団、官僚、外交官、放送会、反日メディアが戦後敗戦主義者であり、日本人の敵である。日本はこの支配の構図から脱却して、真っ当な国家へと変わるべきだ。ということです。ただ日本人の敵は左翼ではなかったんだということに早く気づかないとですね、間違いがなかなか解けないというね。やっぱり体制を覆うのはですね、やはりそういう、検閲官からの、引き継ぐですね、偏差値エリート、これがですね、官僚になり、外交官になり、裁判所の裁判官で、へんてこな判決が出るのもおかしいこともですね、へんてこなとこ記事が出るのもメディアに入り込んでですね、全部、いわゆる日本の支配層が、現在の日本の支配層が、いわゆる反日日本人だよと。いうことに気づく必要がある。それを操るアメリカ。アメリカはですね、年次改革要望書を持ってこうしろあしろと言い続けました。今、民主党政権の時にそういうことを言わなくなったとはいえですね、これまた未だに
多分アブの呼吸で要求されてですね、それを飲み込まされていってる。これまでのようにですね、はっきりとした文章での要望書ではなくなったかもしれないけどもですね、アメリカと連携する日本の支配層、これはですね、植民地支配するときの常套手段でしてですね、一つの国を支配しようとすれば、その一つの国の中で、その少数の支配者と非支配者とに分けてですね、その国を支配する人を支配する宗主国。だから恨みつらみはその上に買うと、自分の自国の中にその自国の敵がいるという構図が伝統的なデバイド&コンカーという占領統一の植民地支配の手法ですが、日本は幸いそれがなかったと思っていたら、実は見えないステルス複合体となって支配する層と支配される層に分かれているのが現在の状況だろうと私は思っています。何か言った時にですね、お前ももうちょっと勉強したらよかったね、勉強して東大法学終わってたらこっち来れたのに、勉強できるんだからしゃあないだろうって言われると誰も何も言えない。まあほとんどですね、毎年、まあおそらく東大法学の中でも半分以下かもしれませんがですね、そこに組み込まれる人はですね、相当記憶力勝者です。しかし人間にですね、力とする言葉を調べるとですね、何十何百とあります。その中の記憶力だけを持って順番をつけてそれでいいのかと、想像力も構想力も統括力もいろんなのがありますのでですね、もっといろんな多様な力を認める社会を作ってですね、アメリカがうまく日本を遠隔コントロールやってるなと、これを早く打ち破らなければいけないけれども、永遠のゼロがですね、650万部ですか、すごい勢いで売れてます。これはやっぱり日本の歴史を遡って、おじさんたちは本当に悪いことしたのかなということでですね、遡ってみればこんなことで彼らは子や孫の代にですね、日本が貶められないということでですね、頑張った戦争で特大に志願するというのは大変なことです。その気持ちを考えればですね、まあこんなこと言ったら殺されると、なんとか私も言われましたがですね、まあ殺されるというのと自分で志願して死ななきゃいけないのとどっちがいいかと思われますね、そう大したことないなという思いでですね、いろいろなことを書かせてもらっています。戦後60数年間ですね、一般の市にですね、一般市にですね、産経とはいえですね、プレスコードがこう活字として載ったということは、おそらくこれは突破口に将来大きなことに広がってくるのでなかろうか。これまでは週刊誌と単行本等には載りました、載らなかったし載せてもらえなかったです。まあ、そういう意味ですね、オリンピックの開催も6年後で決まればですね、ここを目標にですね、そう長くは待てないです。変わり始めたら早いんじゃないかと私は思いますですね、一気に変えるべくですね、大きな運動に仕上げていってですね、それぞれが今までのおかしかったことを一つずつ検証していけば、全て答えはここに帰結すると思いますので、ぜひまた呼び返してください。以上であります。ありがとうございました。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました衆院議員の田沼隆と申します。ちょっと勉強会がありまして失礼いたしまして申し訳ありません。石先生のお話も私何度もお聞きしたことがありましてですね、まあ、今日はそうそうたる皆様、そうそうたる皆様がおられますので、ちょっとそんな中で私ごときがお話しさせていただくのも大変恐縮ではございますけれども、10分程度というのがよろしいですかね。はい、お話の機会もありましたので、精一杯お話しさせていただければと思いますが、で2枚資料をお持ちいたしました。まだ1枚ですかね。1つが、これは英霊のことの葉から取ってきました。アイデアの手紙、まあ、私今こちらにおられる皆様なら皆さんご存知と思いますが、私が大変好きな衣装でありまして、靖国神社の英霊の言葉の第1巻の一番頭に載っているのがこれですね。この上村大義の愛人への頼り、これをいつも私は、読み直して、
落選中もあとで話しますが、落選時期も苦しい時期もいろいろありましたけども、それを読み直して自分のハッブル材料にしてきたものでございます。まあ、これはもうおそらく皆さんご存知と思うんですけども、やはり子どものために、我が身をかけて上村隊、まあ、上村隊だけじゃありませんけども、多くの米連の皆様が、命をかけていかれたと、我が国の伝統、国から国体を守るために、伝統を守るために命をかけていただいたことに大変感銘を受けて、私はこの世界になりました。もう一つの方でですね、その辺の私の、まあ、サブ自己紹介も兼ねてのですね、経緯を書いているものが、この一番上に平成25年2月15日の青年運動と書いていますけども、私のこれまでの経緯でございます。で、まあ、日本維新の会の新名国会議員となってということで、ただまたがしと書かせていただいておりますけども、まあ、一言で言いますと、とにかく私は英霊の皆さんに答える、もうこれに尽きます。私はもう全く父も母も普通の会社員でありますし、別にお金持ちでもありませんし、あんまりそれは言ってもしょうがないんですけども、で、特段何か政治に詳しかったものでもございません。ただですね、30前、20代の後半に特に鹿児島県の知覧に行きまして、多くの実物の衣装を直接目に触れまして、大変に感銘を受けました。もちろんその前から、20代の頃からですね、例えば私の東京大学で藤岡先生おられますけども、藤岡先生のがまだおられる頃でしたので、その時にですね、歴史教科書の論争始まって、でその時にもいろいろ大変にその自分自身の歴史観を問い直すことがありました。20代の時にはだんだんに、もともとリベラルでございましたので、私は世界平和のために外交官になりたいとか口走ってたりしたので、大変に恥ずかしいんですけども、ただだんだんに20代の頃に勉強をしていって、そしてとどめだったのがですね、この鹿児島県の知覧の衣装でございました。で、一番好きなのが、一番初めお配りしたこの IGA の頼りになるわけであります。ですので、先ほど申しましたが、私の使命は英霊に応える、ご英霊の皆さんが恥ずかしくないような、自分が命をかけて守ってくださったこの国が立派になれるように、彼らの分まで、若者たちの分まで私は頑張るというのが我が使命であります。それ以外は別にも何もありません。もともと政治も好きでも全然ありませんし、手段です、完全に。で、ただですね、まだ20代で結婚してませんでしたの で、で会社員を30歳までやったんです。7年間やりまして、で、会社はもう修行の場と思ってましたので、7年間やってちょうど30になった時に、30にして立つということでこの世界に挑戦しまして、で1回落選をいたしまして、33歳まで浪人を3年間しておりまして、でその後市会議員にたまたま当選ができて、2回当選をして36の時に衆院議員になったと今の立場に立っておりますけども、もうあの時にやはり落選、今日は落選中にからお知り合いの方もおられますけども、やはりその落選中の時期を忘れたことはありません。いつでもああいうふうになると思っておりますし、ただそれが確保できていないとこの政治の世界はやってはならないというふうに思います。まあ、今日は岡野さんとか玉山先生もそうですけども、たくさんのそういう大先輩もで、いろいろ腐敗も乗り越えられている方々もおられる中で、本当に社会に結構というか当たり前のことではありますけども、やはり、ご英霊の皆様が命を捧げていただいた以上ですね、私はその一歩手前までは頑張ろうと、まあ、特に30歳の時に入りましたので、40まで10年間は何があっても続けようというふうに思っておりまして、で落選、浪人中を乗り越えて、たまたま選挙があり、でたまたま総選挙で受かり、というふうに今に至っておりますので、ただどうなるか分かりませんけれども、頑張って今この立場があるうちに国家国民のために頑張ろうというふうに毎日過ごしております。で、まあ、その中でですね、まあ、私の英霊に答えるときに、やはりまずこういう立派な若者たちがいたんだということをですね、ぜひ知ってもらいたいと。ですので、本当に藤岡先生が始められたこの教科書を作る会、それでこの歴史教科書論争運動、これにも私自身もそれに目が開かされましたし、多くの若者たちにもその本当の歴史を知ってもらいたい、まあ、こちらにおられる皆さんは本当にもう皆さん分かっている方だと思いますが、日本全国に広げたい、それを。そのためには
私は作家の能力とかありませんから、学者でもございませんので、やはり政治の場で行政を変えて教育の仕組み、中身を変えていかなくちゃいけないというので、私はじゃあ政治やろうと、他にはできませんというのもあるんですけども、思ってこの世界に入りました。ですので、やっぱり歴史教科書を正すというのはもう我が悲願中の悲願であります。ですが、まあ、皆さんご存知の通り、まだ今の時点でもですね、この間の検定採択の時でも、まあ、全体の 5% にとどまるわけですね。保守系の教科書が自由者と移行者があると思いますが、ほとんどの教科書はそうではない教科書になってしまっているわけですね。やはりこれはまだまだ私たちとしては道半ば、半ばにも届いて取れてない 5% なわけです。それは私としては認められない。何としてもこの自虐史観から脱却できる、そういう教科書を子どもたちに届けたいというのが私の信念でありまして、それができれば政治家やめてもいいとすら思っています。まあ拍手することはないんですけど、すいません、ありがとうございます。で、ただですね、で、その自虐史観から脱却する、健全な愛国心を復活させる、これが私の使命でありますが、愛国心の復活、まあ、それを心の中に入れるかもしれませんけども、あまり言いにくい、まあ、言いにくい世の中自体を直していかなければなりませんけども、非常に道も厳しい。なんでこんなに厳しいのかというのに、市議会議員の時に、壁に当たりました。あ、はい、そろそろという話しますけども、でそれが教育委員会制度なんですね。私維新の会にいるのもただ一点で、これ教育委員会制度改革に真正面から切り込んだのはこの維新の会だけだったんです。で、橋本当時の知事がですね、教育基本条例というのを作り、で教育委員会の皆さんに首を言うできるようにした。これは決定的に大きなことですね。やはり行政の中で首がないとですね、まあ、今日市長をやられた岡野さんもいられるのであれですけども、社会復興でございますが、やはり変えるインセンティブになりません。ですからまともな議論全然してません。私たちの悲願である正しい愛国心の育める教科書を選んでほしいんですが、そういった議論も全然してません。今、まあ、藤川先生は本当に専門家の方ですが、全然してませんから。皆さん、私は千葉市の出身ですが、千葉市の議事録全部見ましたよ。で、千葉県中の国教育委員会のこの教科書選びの議事録全部見ました。ほとんどしてません。どういう教科書がいいか、どういう子どもたちを育てなくちゃいけないか、愛国心、まあ、愛国心の子どもじゃなくても結構ですが、そういう心の議論はほとんどありません。今でもそうですからね。これはやっぱり何としても直さなくちゃという時に、もうこれは政治の力が必要だ。だから首長がきちんと教科書採択にもですね、影響を及ぼせる仕組みにしなければもう絶対にうまくいかない。もう今でもそう思ってます。ですので維新の会でですね、教育基本条例といえば、要は首長さん、選挙で民意を受けた首長さんがきちんと教科書の選定にまで関われる、そういう仕組みにしなければ私たちの悲願、私の悲願は遂げられない。これは今でもそうです。ですので国会の中でも教育委員会廃止法案とか維新の会提出しましたけど、それは私、中田博さんと一緒に作ったもうコアメンバーです。そういった形で、今頑張らせていただいております。とにかく愛国心を復活する、そのために何としても教育を変えたいというふうに頑張っている、1年生国会議員でございますので、どうぞよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。よろしくお願いします。アメリカで有名な日本人はドクター中松です。ホワイトハウスから表彰され、サンフランシスコで名誉シティズンにされ、その他ボロボロの名誉シティズン賞を取りまくり、私はスタンフォードキャンパスだけで有名です。彼は全米です。それ、たまたまって時々書くんですが、英語です。フーバーのインターネットディジタルジャーナルってありまして、アメリカの大物たちが投稿します。私も2期目で投稿させてもらっております。それで今の日本でやんやとけんけんがくがくとしておりません。福島について書きました。アメリカはイギリスもそうですが、ここに記者を派遣しておりまして、いろんなことを書いております。今英語圏で日本について興味があるのは福島だけです。東京オリンピックじゃございません。福島だけです。
なぜ原子力放射線云々にアメリカやイギリス、ヨーロッパが興味があるかといいますと、それぞれの国々、あの人たち、世界中で太平洋で 陸地で原子爆弾、水素爆弾の実験を10年、20年とやりました。大気汚染すさまじくです。あのビキニ島がありますが、あそこからもうすでに40年アメリカどんどんあそこでやって、ヤシの木が生え、ヤシの実がなりますが、いまだに放射線がたくさん入ってて食べられません。これ私あまり福島について書きたくなかったんですが、書きました。出して次の日に全米の ABC ニュースでありますが、そのラジオ放送で有名な男がフーバーに電話してきまして、フーバーから日本に私の方に連絡がありまして、お前テレビ中継やってるじゃない、ラジオ中継やるかって言われまして、でもう時間決めてその時にパッと電話が家に電話が来ました。原爆反対賛成の問題じゃなくて、そんな次元の低い問題じゃなくて、日本のエネルギー、ずっと原発の神話を信じてやってきました。今少し壊れました。直せるのかの問題です。皆さん歯医者行かれてレントゲン取られるとき、私嫌だということをいつも言うんですよ。ちょっと美しいお嬢さんが大丈夫ですよ、非常に微量ですから、それじゃ俺の手を握ってここに一緒にいろ、ちょっと嫌ってガッてドアパチンしてパチン。今学校でも女性いろいろレントゲン取られますが、健康診断で妊娠の可能性がありますと言ったら絶対取りますよ。私たちもっと頭がいい国民、もっと頭がいい国民ですから、すぐ反対賛成と言わないで、でこんな話質問するのはなかったんですけど、誰かちょっと大げさに嘘をついて世界一番だとか何か言ってますんで披露されましたけど、昌平塾でも大学に時々お話しさせていただくんですが、私なりにあの日本ルネサンス塾っていうのをやっておりまして、ご興味がありましたらもっともっと過激なことを言いますので今本も書いておりますが、本が出たらハワイに逃げようと思っております。どうもありがとうございました。